今回なんですけど、僕と門寮から皆さんにお知らせがあります。まあ、一切の、釣りとかは全くなくて、ガチなんですけど、リザードから化粧品頑張されることになりました。いや、ありがとうございます。化粧品が販売されます。やりすぎやから。いや、これはパッと見ね、結婚って思うかもしれないですけど、僕ぐらいのレベルになると化粧品販売する時これなんですよ、セット。だから全く釣ってはないです。タイトルでも書いてないでしょ、結婚とは。で、多くの人にこの動画見てもらいたかったから、こんな感じでね、ちょっと場所も用意したんですけど、すごいものができました。リザードこれまでね、服販売したり靴販売したりしたんですけど、ついにコスメに進出で、一体どういったコスメ化粧品を作ったのか、それら全てをちょっともう VTR にまとめてきたんで、これで絶対見てください。マジで結構これね、本当に美容業界に革命を起こすようなレベルで、見たら納得できる本当にいいものを作ったんで、ちょっと一旦こちらの方を見てください。どうぞ。はい、今回なんですけども、実際にリザードから販売するリザードビューティーの化粧品が出来上がったみたいなんで、まあ、僕ね、この後ろにあるサティス製薬という会社さんと結構やり取りさせてもらってまして、何ヶ月間か。でそこで本当にいい化粧品が作りたいと、マジで要は市場に出回ってる高い化粧品、それに近い、もう何だったらそれを上回るぐらいの成分で、それを圧倒的に安く売りたいっていうコンセプトを伝えて作ってもらいました。で僕はもう専門家じゃないので、まあ、やっぱりこのサティス製薬の方にどういった成分が入っててとか聞いた方が早いと思うんで、今日そちらの方を全て聞いていこうかなと。で価格も、もう僕の中でイメージができてて、これが売りたいっていう価格も決めちゃおうかなと思ってます。もうおそらく僕今回作ったやつの相場っていうんですか、これぐらいのものだったら他の企業はこれで売ってますよっていう相場感もあると思うんですよ。それ聞かせてもらって、その上でじゃあこっちは広告費とか全部自分が担当するんで、こんだけカットしてこの値段で売りたいっていう、もうそこの交渉のやつ全部詰めてね。あとまあ何個か僕ちょっと言いたいことがあるというか、やりたいことがあるんで、そこも含め全部もう交渉していきたいなと思ってます。一応社長さんとは今回初めてなんです。あの社員さんとは何度もやりたいさせてもらったんですけど、やっぱ社長がいるってことはやっぱ決定権があるんでね、ズゲズゲ言ったろうかなっていうふうに思ってます。じゃあ行きましょう。いやすごいですね、図書館みたい。頭のいい人しかおらなそうやもんな。間違いない。お願いします。失礼します。ではお願いします。お願いします。いつもちょっとあのやり取りさせてもらった女性の方、はい、と社長さんが、はい、あ、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしく、はじめまして。ちょっと今回 YouTube 回しながらなんですけど、化粧品を販売するにあたってのことをいろいろ進めていきたいなっていう。お願いします。はい、お願いします。はい、ちょっとカメラの画角的にライトの加減で悪かったんで移動したんですけど、今回化粧品をちょっと作ってもらったんですけど、どんな化粧品なのかっていうのを専門家から直接まず聞きたいなっていうのがまず1点なんですけど、それですね。はい、これですね。でこれが一体どういう成分が含まれててどういいのかっていうのを詳しく聞きたいなと。まずまず全体のコンセプトとして、あの、はい、リザードのコンセプトと一緒で、いいものを安く届けるっていう意味で設計させていただきました、はい、今回のラインナップが、こっちがしっとりタイプ、こっちがさっぱりタイプっていう2パターンを準備してます、はい、でまずさっぱりタイプの方から説明すると、はい、洗顔と化粧水と美容液っていう3つのラインナップになってます、はい、この洗顔の特徴が見ていただきたいんですけど、こんな感じで粘り気のあるビヨーンってこう伸びるような洗顔になってるんですけど、この粘り気が肌の上にある汚れとか皮脂とかを絡め取ってくれるような役割を持ってるので、しっかりとこう汚れを落としてくれる。僕の感覚で言うと、もう正直洗顔なんてどれ使っても一緒みたいな感覚が正直あるんですけど、その何が違うんですか、洗顔いいのと悪いのって。悪いなって言い方あるかもしれないですけど、安いの高いのでどう違うのかがよく分かんなくて、まず人の肌によって合う合わないっていうのはどうしてもあるのが大前提なんですけど、はいはい、ちゃんと汚れを落とすことがスキンケアの中で一番大事なことなんですよ、はいはい、で十分に汚れが落とせないっていうのがあまり良くないとされている洗顔になってて、これはこのネバネバのものでしっかり泡立てることで汚れをボソッと取ってくれるので、はい、ちゃんと次に使う化粧水とかが浸透できるようにしてます、はい、今のご質問の洗顔料の良し悪しっていうのは、今の中村の説明ちょっと補足をすると、できることの幅の大小が一つあります、はい、悪い洗顔料というか、はい、少しチープな洗顔料は汚れを落とせる範囲が狭くて、僕らの肌の上って汗も出てるし、はい、油も出てるし、はい、いろんな大気中の汚れも付着していて、さまざまなものが汚れの対象として落とさなければならないんですけど、チープな洗顔料は落とせる幅が狭いんです。あ、汗だけとかになってるとか。なるほど、うん、で今回のハイグレードな洗顔料になると、はい、目いっぱい
広がってるっていうところが一つです。なるほど。あと目いっぱい広げると、はい、今度弊害として落としたくないもの、我々が肌の上で残しとかなきゃ、はい、保持しなければならないものまで一緒に出てってしまうっていうことが起こるリスクがあるんです。でそこもいい洗顔料と対極的に、まあ、そうでもない洗顔料の差の2つ目、はい、なるほど、いいやつは悪いのだけ落とす、おっしゃる通り。なるほど。僕らの肌の上にある脂質とか、はい、たくさんのアミノ酸とかもあるんですけども、はいはい、これが流出しないようにしっかりとホールドされる。これがいい洗顔。これはそれに近いというかも。そうですね。もう不要なものだけを落として、はい、必要なものは残すっていうようなものになってます。で次が化粧水さっぱりタイプなんですけど、はい、名前の通りさっぱりした水みたいな感じの化粧水になってて、一番の特徴は肌を元気にしてくれる成分をめちゃくちゃ多く配合してます。成分名で言うと、はい、大豆の芽、大豆がエキスってものなんですけど、これが日本の山形県の米沢市っていう小野川温泉っていうのがあるんですけど、はい、そこでしか生産されてない、はい、こんぐらい長いもやしの芽の部分から成分を取ってます。かなり貴重な成分を、はい、かつあの有効性が見込める、はい、いいものをたっぷり配合しているのが、はい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 、2つの化粧水になります。でさっぱりタイプの方は男性とか主に使ってほしいんですけど、はい、テカりやすいっていう姿勢肌の方に向けてこれはもうバシャバシャ思いっきり使っていただきたいです。あと女性の中でもテカっちゃうとか化粧がだんだん浮いてきちゃうみたいな方に使っていただきたいです。最後さっぱりタイプの美容液、これは肌の水分と油分のバランスをもう自動的に整えてくれるような美容液になります。これもなんでさっぱりタイプにしてるかっていうと、主に男性とかベタつきを嫌うんですね、はい、そういう人のためにさっぱりしてるけどちゃんと保湿してくれるものを用意しようと思ってこれを作りました。これものすごく大事でして、世の中の男性もそうなんですけど女性の多くは乾燥肌だってって主張してる人が7割8割いるんですよ。そういう方々に話を聞くと、水分が足りないとか私は油膜が薄いんですとかっておっしゃるんですけど、はい、僕らのこの研究室は日本でおそらく一番数多くの人の皮膚のデータを持ってる会社なんですね、はいはいはい、で話戻しますと、水分少ない油膜が薄いとかっておっしゃるんですけど、実際に測定すると全くそんなことなくて、ほとんどの人が水分油分のバランスが崩れてるだけなんですよ。なので全体的に低いとかこうだとかって思い込みをなさってるんですけど、はい、そうではなくてこのバランスだけなんですね、はい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 、ですから解決策としては何かを補充するっていう風にバランスの崩れを助長させるよりもバランスを整えるっていうことだけで簡単に解決できちゃうことってたくさんあるんですよね、それが今ご説明した最後の商品。はい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 、なるほど。そんなん分かんないですもんね、多分ほとんど使ってるから。自分じゃ気づけないので、うん、それをこれを使って整えてあげてほしいっていう、はい、次しっとりタイプの方なんですけど、はい、しっとりタイプの方はこのクレンジングと化粧水と乳液の3つを用意しました、はいはい、このクレンジングは主に女性が使うと思うんですけど、はいはい、クリームタイプのこんな感じのでだんだんこう擦ってるとこうオイル状に変化していくんですね、はいはいはい、こうなることでメイクとよく馴染んで、はい、濃いメイクでもしっかり落としてくれるっていうのが特徴のクレンジングになります。こんな感じでメイク落ちのいいクレンジングって洗顔と一緒で肌に必要な成分もどうしても落としちゃうんですけど、はいはいはい、このクレンジングは保湿成分を配合してるので洗い流した後も乾燥しないでちゃんと保湿されてるなっていう実感が得られるクレンジングになるので、はい、濃いメイクしてる方でも乾燥肌の方でも安心して使っていただけるものになります。クレンジングは強力な女性のメイクをきれいにオフする働きを持っているので、はい、とにかく取る力が強いんです。汚れの対象物がなくなったと同時に取るっていう行為をピタッと止めることが、はい、いいクレンジングの方法なんですね、はいはいはい、でも分かんないんですよね。念のためにって、はい、もう取るものなくなってるんですけど念のためにって女性はずっとクレンジングマッサージを続けちゃうってことがあるんです。あ、なるほど。でそれをこの設計でこの時間マッサージすれば取るものが全部取れたっていう必要時間があるんですけど、はい、この時間が訪れると今中村が実験したようにふっと軽くなるようにサインを出すようにしてるんですね。なるほど。そうすると必要以上にもう取らなくて、はい、終わったってことでオフしてもらえる。すごいですね。
さっきみたいにこう透明っぽくなってきた時に洗い流すサインっていう。ああ、なるほど、はい、これは顔でやっていただいてもふっと指先が軽くなるのが分かります。すごいですね。それ次が化粧水のしっとりタイプの方なんですけど、これはさっきのこっちのさっぱりタイプに比べてちょっととろみがあるようなリッチな感じの化粧水になってます。なので乾燥肌の方とかガサガサゴワついちゃってるみたいな人にぜひ使っていただきたいものになります。これって大体似てるんですよ、この2つは。一番違うのが中身の成分的にはどっちもいいものを、大豆のものを配合してるんですけど、こんな感じでさっぱりの方が水みたいなものなんですけど、しっとりタイプの方はちょっととろっとジェル状って感じ。そうです、そうです、はいはい、液垂れしないようなこんな感じですね、のものになってるので、こっちはどっちかっていうと肌の内側から水分を入れて保湿するっていうので、はい、こっちはどっちかっていうと肌の上にこう潤いのベールを貼って保湿してくれるという、そういう違いがあります。肌乾燥する方は傾向として刺激を受けやすい方多いんです、はい、こちらがとろっとするのは、はい、馴染ませる時にゆっくりと馴染むということも効用の一つです、はいはい。で、敏感な方っていうのは新しいものが素早く来ると、はい、それに対してびっくりした反応しちゃうんですね。あ、なるほど、なるほど。なのでそういう反応が起きないようにゆっくり馴染んでいくっていうようなための設計でありますね、はいはい。こういう話を聞く機会はないんで、多分僕の視聴者からしても、まあ、いろんな新しい知識を得れるんで、うん、これを買う買わないは別としてめちゃくちゃ勉強になりますね。社長のその説得力半端ないな、まあ、すごい全員当たるんで、すげえなっていう、ちょっとびっくりしますね。ラストがそうですね、これが乳液になります、はい、しっとりタイプの乳液なんですけど、こんな感じで結構こっくり、はいはい、クリームみたいな感じの、これも高級感を出すためにあえて結構こっくりめのテクスチャーにしてます、はい、でこれこっくりしてるとなんかベタつくかなって思われるかもしれないんですけど、はい、すぐ肌にピタって密着してくれるので、はい、全然ベタつきなくこの後すぐ化粧したりとかもできるような乳液になってます。でこれは化粧水とか美容液使った後に、せっかく肌の内側から保湿したのにちゃんと蓋をしてあげないとその成分どんどん逃げてっちゃうんですね、はい。それを抑えるために最後にこの乳液を蓋をするっていう意味で使っていただきたいです。さっきのですねバランスっていう話をしましたけど、はいはい、もともとバランス崩れてる方っていうのはこういう癖がついちゃってるんですね、はい、こういう風に戻すんですけど、はい、放っておくとまた癖になっちゃうんですよ、はい、なのでこれでこの状態をホールドキープするっていうのが作用の一つですし、大豆の話をしましたが、はい、大豆が皮膚の中で作用するのに一定の時間を持たなければならない、はい、なるほどなるほど。すぐ仕事ができない、はいはい、この時間今中村が言いましたように、はい、外に逃げないように最後の乳液でホールドするというような役割も持っている。なるほど。他にも多分普通の人聞いてもわからないような成分で、まあ、有名ないいやつが入ってるってことですか？そうですね、もうたっぷり美容成分入れてますもう今回かなり贅沢に作ってほしいって言われたので、はい、割と私もじゃあと思って、はいはいはい、頑張って作りました。ちなみにこれって肌に合う合わないあると思うんですけど、レベルで言えばどれぐらいで普通販売されてるものなんですか？これ1本あたり1本あたりは1万円前後で販売されてもいいものなんじゃないかなっては。なるほど、はい、確かに化粧品で1万これありますからね、うん、僕も実際そういうの使ってたこと過去にあるんで、やっぱ1万円で売られてるやつはやっぱ実際いいんですか？僕も自分で商品をずっと開発してきた、はい、一応技術者出身なんですね、はい、いろんな製品を数えきれない数千点で作ってきたんですけど、はい、自由に作っていいよっていうふうに言われたプロジェクトは今まで二十数年間やってきてこれが初めてなんですよ、常に価格とか様々な制約があって、はい、この中でマックスいいものっていう話をいただくんですが、今回は我々技術者集団の存分やりたいと思うことを形にしてくれと、はい、価格っていう話が一度も出なかったっていうプロジェクトは、はい、おかげさまで長くこの業界でそして何百ってブランド開発やらせてもらいましたけど、はい、そういう話をいただいたって一度もないですね。いくらの相場なのかっていうご質問についてはおそらくそういうきっかけとかで物ができてきたっていう歴史がほとんどないはずなので、それからするとあの商品と同等とかっていうような、はいはいはい、対比がすごく難しいと思います。なるほど。原価っていうものから標準割合で割り戻すと、はい、まあ、中村が言いましたように1万円とか1万数千円とかぐらいかなっていう感じですよね、うん、
3つで3万超えてもおかしくないというか、大体の超えるみたいなレベルってことですよね。はい。なんか僕聞いたことあるのが、化粧品って値段1万だけど大半が広告費みたいな話を聞いたことがあるんですけど、それってこれ言っていいのかわかんないけど本当なんですか？本当です。非常に頭の痛い問題だと、はい、というふうに思ってまして、はい、最近は直接商品を販売するっていう、はい、いわゆる通販ブランドっていうのが増えてきたんですけど、はいはいはい、その場合ですと、はい、今おっしゃられたように、はい、広告費がものすごくかかって、どれぐらいかかるかっていうと、はい、それは商品の価格とか、はい、ブランドの認知されているフェーズ、はいはい、もう10年やってますっていうのとまだ1年目ですっていうのでは市場からの理解度とか認知と違いますから、はいはい、まあ、それによっても変わるんですけど、はい、5割6割は広告費使われちゃいます。1万円で言ったら5000円6000円ぐらいが広告費ってことですか？ですから1万円の商品買ってるようで、まあ、ちょっとこんな言い方を僕の立場で言うのは謹慎かもしれませんけど、届いた情報を買ってるって感じですね。なるほど、まあ、そういうのが普通ですもんね。っていうのが一つと、はい、本来はもう少し言葉を選ばないといけないんですけど、はい、店頭で売られてる化粧品、店頭に届くまでの流通っていうのがあるんですよね。でそれには当然コストがかかる、はい、まあ、そういうの流通コストっていうんですけど、はい、流通コストもやっぱり5割6割かかってます。店頭で買えるっていう、店頭のここにあるっていう状態までにお金がかかってるんですね。1万円で買ったらば6000円は手を伸ばせば買えるっていう状態にお金を払ってるとか。なるほど、すごいですね。そう考えるとこれはあの自動車産業とか、はい、家電業界とかいろんな大きな産業ありましたね、はい、の中の広告費の割合というのから比べると、はいはい、化粧品の広告割合は比ではないです、それぐらいだから伝えるのが難しいからこそそこにお金かけてるってことです、うん、そうすると結果的に中身ある金額っていうのは下がってくると。でも確かにもう僕 その素人目線で言ったら化粧品って正直本当に実体がないというか分からないんですよね。家電とかだったら形が違ったり機能がすぐ分かるんですけど、これって他の人とすぐ差が出るのかって言われたら分かんない世界観じゃないですか。だからこそ説明するのが難しいなと僕思うんですよ。だから結局広告でうまく見せるっていうことですよね。すごいな。商品は人に体験を感じさせるタイミングっていうのが山として3つありまして、はい、1つ目の山っていうのは使った瞬間に感じることで、これはファーストインスピレーション、食事でも食べた瞬間、買った車を乗った瞬間、その瞬間に感じる体感、はい、あともう1つ化粧品の場合には大体商品っていうのは2ヶ月で消費できるようなサイズになってるのが業界平均なんですけど、はい、そうすると1本使い切った時にどういう風に自分の肌が変わってるのかっていう体験になりました、はいはい、もう1つ最後の山っていうのは使い続けて、必ず商品っていうのはこれを使い続けた時に8ヶ月でこうなるとか10ヶ月でこうなるって設計があるんですね、はい、その8ヶ月とか10ヶ月が到来した時にどういう変化があるか、はい、これ3つの山があるんですけど、ね、いい商品っていうのは3つの山しっかりとメリハリで設計されています、はい、ところが原価が下がってくると広告費の方にお金をかけなきゃならないっていう風にメーカーの開発者がプレッシャーを感じてくると、どこから削っていくかって後ろから削っていきます。8ヶ月も使ってくれるかどうかわからないので、なのでそこから落としていきます。で次には1本使い切った時の効果っていうのも下げていきます、はいはい、ファーストインプレッションだけ上げていくってことですか？そうです。ここだけがずっと守られてますね。タッチがいいとか香りがいいとか、ここのところは維持してるんですけど、2つ目3つ目っていうのは20数年間この化粧品業界の裏方でいろんなメーカーの商品を開発製造をやらせてもらってきたんですが、20数年間の傾向としてこの3つの山の3番目はもうみるみる下がってます。あと2つ目も如実に下がってます。買い続けるっていうことの本来化粧品が及ぼす人の肌に与える好影響っていうものは数十年の間でものすごく下がってきてるなっていうのは裏で見てて感じることですね。これは結構成分的には本気を出したってことですもんね。そうですね、かなり贅沢に配合してます、はい、だから本来なら高くで売りたいっていうのが本音ってことですもんね。そうですね、だったらその1万ぐらいで売りたいところ、はいはいはい、はい、いやこれ僕らの会社の中でも結構物議を醸してるんですけど、はい僕は20数年前技術者でデビューして、デビューしてから僕はずっと洗浄の技術をやってきたんですね。クレンジングとか洗顔とかに関しては自分でやってるだけなんですけど、業界の中でも上位の技術者だって自負が、でその僕からしてもこの洗顔ちょっとやっぱやばいですね。だからこれ現状広告費をかけない前提で1万円で売ろうとしてるってことを考えたら、普通に広告費かけて1万円で売ってるやつとは比にならないってことですもんね。これ広告費かけて売るなら本当1本2万とかで売ってもおかしくないっていうレベル感ってことですもんね。なかなか言いましたように価
価格の比較が難しいなっていうことですよね、はい、で僕本当にこれこんな話聞いといてあれなんですけど、いいものを安く届けたいっていうコンセプトでやってるんで、これもう正直もうリザード価格で言うなら3本でセットで1万前後がいいかなっていう感じなんですよね。まあ、さっき話聞いてあれなんですけどっていうのが正直一番の希望なんですよ。だから1本あたり1万って言われたじゃないですか。それはしても全然おかしくないと、うん、だから3本で1万、消費税込みで1万2000円とか1万3000円ぐらいかなっていう、1本あたりだいたい3000円から4000円ぐらいでいけたらベストなのかなっていうのは思ってて、その代わり広告費は一切かけないっていう。問題なのはやっぱ僕数だと思うんですよ。大量生産した方が安くなるじゃないですか。これぐらいまで作ればその価格でいけるのかが知りたいんですよ。10億円作らないときついってことじゃないと3本セットで1万円みたいな価格は正直難しい。なるほど。10億でもやりたいですね。在庫抱えてもいいんでこれでいきたいですね。これまで僕もリザードってやってきて、靴とか服とかもこの靴なんて本来10万ぐらいで売られるようなもの、ブランド料とか広告費ごっそり抜いて1万円で売るみたいなやってて、それで結局喜ばれてきたんで、でもそれでもなんだかんだやれてしまってたんで、どれが僕正直売れるのか分かんないんですよ。僕も別に美容系 YouTuber じゃないんで分かんないんですけど、本当にいいものなんだったら結果それ伝わるんじゃないかなっていうのがあるんで、それで別に採算が合うなら10億在庫抱えてでもやりたいですね。あとこれ消耗品なんで毎月使っていくじゃないですか。本当リピーターが増えれば10億も全然はけるんじゃないかな。アパレル販売した時って1回販売すれば1億は絶対下げて売れるんですよ。で一番売った時は靴で十何億売ったんですよ、はい、結構これそれ以上の衝撃を与える商品だと思うんですよ。で今回このやってみたかったのがサブスクで売りたいんですよ。月額で定期購入すれば単品で買う時はもうセットだったら 10% 安くなりますよみたいなのをしたくて、毎月届きますよっていう個数も履けやすいのかなっていう。サブスクだと定期的に手元に来るので使ってもらえるので、はい、その3つ目の山超えやすいっていうのはあるので。そうですね。僕はちょっとその10億分っていうのがすごく気になっちゃってるんで、一回それ忘れるんですけど、はい、商品一個一個僕らも本気出して作ったんですね、はいはい、でこの先不安なことっていうのは2つありまして、はいはい、1つはいいものを使い続けてきた時の肌が変化できる方程式って、はい、いい製品である規定の量を使う正しい方法を採用する、品質と量と使用方法、これの掛け合わせで結果になるんです、はい、いいものはできましたなんですけど、量が粗ついてるといい結果にならないんですよ、はい、おっしゃられたサブスクリプションで定期的に商品届きますというのは使用量をしっかりと定量化するっていう作用を及ぼすんで、はい、僕はそれ賛成です。みんな自分で量を調整してっちゃうので、はい、そもそも設計で1日この量をっていう内容では使っていただけないっていうのが成果になかなか結びつかないっていう不確実なところなので、うん、サブスクリプションはそういった意味では量を定量化できるっていうメリットがありますから、素晴らしい、綺麗になる人を増やせるっていうアイデアだと思います。あとこれサブスクリプションを1セットでってお話、金額の話とかあって、サブスクリプションを一品一品するのか、まあ、セットにするのかとか、はい、まあ、この辺は検討かもしれませんけど、はい、3つセットでお使いいただくっていう、これ使用方法の話でして、はい、クレンジングをリザードビューティー、洗顔もリザードビューティーなんですけど、化粧水が別の会社のってなると使用方法で見られるんで、ですからクレンジングから最後の乳液まで、洗顔から最後の美容液まで、はい、一貫してリザードビューティー、この一貫設計されているものでちゃんとバランスをとってキープして、はい、っていうことをやっていただきたいなというふうに思いますね。30セットとかいいってことですね。だから言ったら、はい、いいものを作っても結局は量と使用方法でどんどん結果成果できなかったら意味ないですもんね。これを買いたい人は肌きれいになりたい人なんで、肌きれいにならなかったら結果的に何かという意味ないっていう。せっかくセットで1万いくらが本当にいいのかどうかっていうのはでもそこまでやられたとしてもいい結果に結びつかないと残念なんで、結果に結びついてほしい、すなわちしっかりと通して使っていただきたい、お願いしたいですね。まあだから1万ちょっとで3つセット、これサブスクで行きたいですね。これで採算が合うのかっていう話になってくるんですけど、まあ、10億作って合うんだったらそれでもいい行きたいなと思うんですよね。でも僕売れると思うんですよ正直。あと僕伝え方だと思ってて、売れなかったら伝え方が悪かったとしか思えないというか、僕リザードっていう暴れやって思ったのが、本当にいいものって結果的にリピートされるなと思ったんですよ。でこれが本当にいいものなんだったら、買った人が絶対口コミなりなんなりで広まり続けると思うんで、もう何だって10億どころじゃないと思うんですよね最終広がりは。化粧品っていう市場を考えるのであれば、ただもちろん広告費かけないんで新規の人が増えるかって言ったら、これはもう本当に未知数なんですけど、で僕が今抱えてる視聴者だけでもある程度見込めるのかなとは思うんですよね。
喜ばれると思うんですよ、これめちゃくちゃよくわかんない、その高い1万円の化粧品買うよりはこれ3つ買った方がどう考えてもいいっていうのは、多分この動画見たらわかると思うんですよ。だって別に化粧品なんてブランド関係ないじゃないですか。服だったらルイ・ヴィトン着てた方がかっこいいとかわかりますよ。でも化粧品なんて家でつけるもんなんで、外出た時にそれどこどこのやつだよねってならないんで、意味ないと思うんですよ別にブランドなんて。って考えたらこれ結構最強だと思うんですよね。だからそこに気づけば多分普通にこれを買う人出てくると思うんですよ。ネットで販売すると思うんで、流通 そのコストもかからないし、広告費もかけないんで、もう広告一切打たないって決めてるんで、もう YouTube を広告ですね。これはもう僕無料でされるんで、これだけで、もうでもリザードもほとんど広告打たずに、もうこれほぼ1本でやってきてるんで、まあ、ちょっとその化粧品業界の常識をある種壊すじゃないですけど、2はやりたいなとは思うんですよね。さすがに1万円はちょっと言い過ぎたかもしれないですね。まあこのちょっと反応を見る限りではただまあでもそれぐらいではいきたいなっていうのは思ってて、10億円分のご購入をいただけるのであれば、10億円分がその後どうなるのかっていうのは今お話しされてて、まあ要するに頑張りますっていうことじゃないですか、はい、はい、人の力を借りないで、はい、まあ、広告の力とか代理店の力を借りないで、はい、ご自身で頑張りますっていうことなので、はい、我々もそこはここまで鼻息荒いものができて、はい、我々の社内もとっても興奮してる状態なので、そこまで本気出していただけるんであれば、はい、我々の方としても価格のご提供は3つで1万っていう、はい、1万まあ2、3千円っていうのに見合う金額でのご提供やりたいと思います。ありがとうございます。博士的にはこれってやっぱすごいんですか？博士の意見もそうですね、すごく時間かけて作ったし、はい、原料自体もかなりこだわりを持って作った先、はい、あの豆もやしの話があったと思ってるんですけど、はい、それに関しても生産場所とか、はい、その素材からすごく気を使ってこっちは設計させていただいたので、はい、かなり時間と労力をかけて作った製品になってます。本当すごいってことですよね。だから、はい、これは豆もやしはね、豆もやしだけで1時間は語れるからねそんなにすごいって言ったらマジでやばいです。それはほとんど入ってないですか、化粧品には。ないですね、使われてないですね。弊社で独自で開発したものなので、はい、すごいですね。そうですね、これ本当に含みを受けますね。あとは本当に伝え方なんだなと思いましたね。でももう説明が異常にうまかったんで、これ伝わったと思うんですよね、この動画見てもらったら多分。だから本当になんか化粧品に詳しい方なんかもこれ一度ね試しに購入していただいて、本当悪かったらもう酷評してもらってもいいんで、サティス製薬そんなことがないぐらいのレベルってことですね、こんだけ自信持って言うのであれば。逆にこんなもの作っちゃっていいよっていうぐらいのものを作っちゃってることですよね。物議醸してるってことがある種、はい、だって本当に有名なブランドのやつも手掛けてるわけなんで。話聞いてなかったです。良すぎてあともうこのタイミングで話してもいいか分かんないけど、化粧品を作るっていうのは視聴者に軽く言ってたんですよ。その時やっぱ言われたのが、肌に合わないってやっぱあるじゃないですか、化粧品ってどんだけいいものでも。だからお試しが欲しいっていうのを言われてたんですよ。でもちょっと軽く話してる中で、お試しを作れる価格帯ではないと。さすがにちょっとコスト的にお試し作ってたら採算も絶対合わないっていうので、じゃあどうしようかって考えた時に、最初に購入しても、仮にサブスクでやるとしても、初月だけ、まあ普段 10% オフなんですよ、ずっと。初月だけ 40% オフぐらいとかにしたいんですよ。で、僕そのサブスクのシステムのいろんなところのサイト調べた時、大体サブスクって初月契約したら3ヶ月目まで継続して契約しないといけないみたいな制約があるんですよ、大体のサブスクって。それも僕取っ払いたいなと思ってて、だから1ヶ月目は 40% オフで売って、まあ、だから本当6000円ぐらいになるんですかね、3つで。ぶっ壊れじゃないですか、3つで6000円って。1つで1万円って言ってるのに3つで6000円ってこれもぶっ壊れてるんですよ、さすがに。で、それで購入してもらって納得いかなかったら2ヶ月目解約できるっていうサブスクで出したいんですよ。そしたらかなり合わない人もお試しで、まあ、6000円かかっちゃうんですけど、僕それでも6000円高いとは思ってるんで、僕は。ただまあ化粧の相場から考えると絶対安いんですけど、でも6000円って僕は高いと思ってるんで、だからその6000円を出してもらって試してもらって、もう最初肌にファーストインプレッションで肌合わなかったらもう解約っていう2つを取りたいんですよね。初めてこんななんかめちゃくちゃというか多分普通の会社って売り上げを上げるために広告費もこれぐらいで機械的に考えられてると思うんですよ、僕販売において、うん、そうじゃなくてもっと人間的に販売したいんですよね。本当に飲んだったらリピートされるということを信じた上で、リピートさえされれば、仮にですけどサブスクで1万人方が入ったとすれば、毎月1万だと1億売り上げ上がるわけじゃないですか。そういう大きなものになっていくんじゃないかなっていう可能性にかけてやりたいところがあって、機械的に数字だけでやっちゃうと、やっぱ結局本当消費者のことを考えてるのかなってなる気がするんで、本当に飲んだったら本当にバズるんじゃないかなっていう。
それは共感します。本当すごいものができたんだったらすごい売り方ですごい価格で売ろうかなって、うん、で気づいたやつが得をするって思われるぐらい、これに気づいちゃったかみたいな、こんな存在気づいちゃったか君っていう風な状態を作り出したいけど、だから本当にこれよかったら口コミ広めてほしいんだよね。だいたいこういう高いのに興味ある人って友達も高いの使ってるじゃないですか、うん、だからその時に口コミが効いてくると思うんですよ。でこれが広まっていくんじゃないかなと思ってますね、うん、本当にいいものなんで。最初の入り口はすごい入りやすくて、でそして抜け出しやすいっていうのが僕大事だと思うんですよ、うん、入り口はなんかフリー戦略みたいな感じで安くて抜け出しにくいみたいなサブスクってめっちゃあるじゃないですか、はい、解約がめちゃくちゃ大変みたいな、はい、その解約3ヶ月できないみたいな、でちっちゃく書かれてるみたいな、うん、そういう言い方に言ったら悪どいことしたくないんですよ。本当正々堂々といいものなんだったら直球で勝負できると思って、中途半端なものだからそういう手法を使わざるを得ないと思ってて、これは本当にもう話聞いてる限りやばいと思うんで、そのもうストレートの勝負でいきたいなっていう、それでこれで採算が合うようになったらそれって最強じゃないですか。おっしゃられるように商品を届けるやり方っていうのが、はい、まあ、そういうこともたくさんご相談いただくんですね、はい、我々の立場は、はい、いろいろな会社の事例をご紹介するっていうのをするんですけど、まあ、最終的には相手方がじゃあこういう方法でやろうって決めるんですが、はい、こういう方法でやろうって決める場に同席していて、いつも思うのが、それって自分がやられて喜ぶ方法なのかなっていうのを常に疑問として感じるんですよね。でも今のお話は自分が向こう側の商品に興味を持ってちょっと試してみようかなって、はい、もし自分が向こうに立っている立場だとするならば、はい、すっごく優しいなと。そうですね、それでいきたいですね。試してみるっていう、はい、金額だし、で 40% オフで最初取っかかりやすいし、違ったらすぐにでもやめていいって言ってくれるし、はい、いいものだからこそ利用しに行きたいんですよね。なんかいいものを囲い込むようにやるのって結局いいものだったら自信持てばいいのにって思う時あるんですよ。いろんな商品買う中でこれなんか良心的じゃないなみたいな、販売方法こんな自信あるのにすごい制約が多いなみたいな、思うことあるんで、それで行きたいっていうのと、これ本当にさっき思いついたんですけど、やっぱさすがに僕一人の力で広めるには確かに限界はあるなと思ったんですよね。だからなんかめちゃくちゃ有名な販売元があるなら紹介してもらいたいなっていうのがありますね。ここに置かれればもう一流だよみたいな、化粧品においてのそういう場所があるのであればそこにこれを置きたいですね。でそこの会社ともうまく交渉して、そんな化粧品大手で名乗ってるんだったらこの一番レベル高いであろう化粧品置かなかったら日本一名乗れないですよぐらいの煽り方でちょっと勝負仕掛けたいなって思うんですよね。人が集まるお店が一ついいお店のバロメーターだとは思うんですが、そういう人が集まるっていういいお店もいくつかあるんですけども、はいはい、その中でも新しいブランドじゃないですか、はい、我々から見てもチャレンジな商品だし、はいはい、やり方も含めて、はいはい、そういう新しいこと、人が集まるっていういいお店かつ新しいことに耳を貸してくれるというか乗ってくれる、そういうお店、はい、会社一社ありまして、コスメストア。おお、めちゃくちゃ有名ですよね。だって原宿ありますよね。だから行ったことあるよね。なんかこれありますね。動画で使わせてもらいました。そうですか、はい、関わりがあります。軽くここがいいんじゃないかなと思います。なるほど、確かにあそこだとすごいとこですね、うん、僕はあんま化粧品詳しくないんで分かんないですけど、じゃあちょっとアットコスメさんもう繋がりあったらなんか行けそうな気がしてきました。はいでそれちょっと一回じゃあ交渉には僕行きます。やりたいだけやりたいっていうか、すごいものができたんだったら多くの人にできる限り届けたいっていう思いがあるんで、この本物これはちょっと頑張りたいなと思います。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、サティス製薬行ってきましたけどどうでした皆さん、まあ、結構僕ぶっちゃけてるつもりなんですけど、これでだから本当にいいなと判断した方は概要の方に販売セット貼ってます。そちらの方をよく読んで、まあ、サブスクで買われる方はサブスクで買ってください。単品で買われる方は単品で買ってくださいという形です。で一応立て終わった後に軽く話し合いさせてもらったんですけど、僕在庫10億分ぐらい抱えます。でサブスクで販売するんで2ヶ月3ヶ月4ヶ月分ある程度の個数をキープしとかないと届けれなくなっちゃうんで、まあ、どれぐらいの人数のサブスク来るか分かんないですけど、一応定員があります。7000人ですね。7000人超えたら一旦多分販売ストップ、売り切れになると思います。じゃないとサブスクとしてできない可能性が出てくるんで、それぐらいで行かせてもらうと思います。もうちょっと頑張れば融通聞いてもうちょっと枠増やせるかもしれない。とりあえず一旦は、まあ、7000、まあ、ぶっちゃけ7000でもエグいですけどね。7000売り切れてやばいですけどね。でも一応7000ストップです。だからまあもう絶対買うんだって方は概要欄の方から購入してほしいなと思ってます。あと動画では触れなかったんですけど、あの量ですね、どれぐらいの量入ってるんだって、あれかなりの量入ってるらしくて、だいぶたっぷり使って1ヶ月分使い切って OK な量らしいんで、本当にあれをちゃんと1ヶ月で使い切って3点セットをわーってやっていくのが本当にいいというふうに言ってましたね。やっぱり撮影後も
でもこれねマジで多くの人に伝わってほしいなって思いました。この今回の動画の、別に今回の僕が出す化粧品を買う買わない別として、化粧品業界の知らなかった知識結構勉強になったと思うんですよ。だからこういうところね切り抜いて TikTok 上げるなり Twitter で上げるなり、その美容アカウントとか上げるなりして、多くの人にこういう情報が言ってほしいですよね。本当にいいものをこういう使い方、言ってましたね、数式なんだって。品質、化粧品出たら性能、量と、あと使用方法、これ3つを掛け算したものが血管につながるんだみたいな。こんなの知らないですもんね。なんとなくいい化粧品適当にパーってやってたら OK なのかみたいな感じでイメージしてるんですけど、でもそうじゃなくて、やっぱりちゃんと、でしかも波は3段階あると。でもファーストインプレッションがあって、その次に1ヶ月2ヶ月での効果があって、そっから8ヶ月周期とかでまた変化があると。こんなんも知らなかったん でしかもどんどん後ら辺の変化に関してはチープになっていけると、ここに重要されなくなってるっていう、そんなん知らないじゃないですか。で僕が仲良くしてる美容でめちゃくちゃ詳しい人がいるんですけど、その人も言ってたのが、化粧品とかによって5年後10年後とかがめちゃくちゃ変わってくるみたいな、はい、化粧品を全く使わない人と使った人がその運命の差ができるみたいな話をしてたことがあって、男ってあんまり何もしない人いるじゃないですか。まあ多い、正直適当に市販で売ってるなんてバーってやってみたいないるじゃないですか。今はそれでもいいんですよ、肌が綺麗な人も今はいいんですけど、要は10年後20年後を見た時に老けたいか老けたくないかの差だと思うんですよね。だからそこも未来への投資でもあるのかなと思いました、ね、これは今だけの話じゃなくて。僕はやっぱり今30なんですけど、40歳になってもできる限り若くいたいんですよね。で50歳になってもできる限りそういたいんですよ。50歳に見られない50歳っていうから、でいたいなっていう思いが強いんで、僕はここの美意識っていう部分が高いんですけど、すごいそういう男性が今後僕増えていくと思うんで、この僕のチャンネルをきっかけにそう伝われば嬉しいなと。僕の視聴者の人ってやっぱほとんどが男性なんで、でも男性ってやっぱりあんまり興味ない人多いと思うんですよ。だからこの動画もね、もしかしたら普通の動画のタイトルでやったら興味なくて閉じるかもなと思ったんで、あえて記者会見っぽい感じ、結婚したんじゃないかって思うようなサムネタイトルだと思うんですよ、これこれは多くの人に伝えたからなんです。そこに関しては本当に散ってしまってあれなんですけど、まあでも結婚とはタイトルには書いてないんで、完全な釣りかって言われたら絶妙なところだと思うんですけど、でもそういう風に見せたのはより多くの人にこれを知ってもらいたかったからなんで、まあ、男性視聴者の方でね、僕に感化されてもっと若くいたいとか、まあ、だから20代でも30歳なんですけど、僕、まあ、若く見られるんですよ30歳の割には。光みたいな30歳になりたいっていう若者も今のうちから始めとくことで多分若くいれるでしょうし、長い期間そこをね全員でだから美意識高め合っていけたらなというふうに思いますね。でも今回は僕本当いろんな話聞いて、そこがまず良かったなと思いました。あとまああの商品を買うか買わないか皆さんが自分で判断してほしいなと思います。まあでも、まあ、正直ね、化粧品1本に1万円かけてる人いるんだったら絶対こっち買った方がいいですよ。だから初月6000円ですよ、こっち買った方がいいですよ。3つセットで4000円お釣りくるってやばいでしょマジでこれは結構僕エグい金額設定したと思ってるんで、自分で壊れすぎる。結構今回ホントぶっ壊れてて、まあ、これ撮影会ですけど、かなりサティスの方とかから言われました、ホントこれでいくのっていう。あとリザードの他の人にも、これさすがに値段安すぎると、1万5000円2万ぐらいは取っても絶対おかしくないと言われたんですけど、いやでもそれでも原価まで削りたいんだって言ったんで、10億で採算だったらっていうの、僕も10億分在庫が買えるんで、まあそれ売れなかったら売れなかったらもう仕方ないと思ってるんですよ。まあ、こういうのって挑戦なんで、やっぱり僕リザードの品質を落としたくないんですよ。今リザードってアパレルも靴も成功して、正直別に化粧品手を出さなくてもいいんです。でもその中でも僕新しい業界に手を出したと。だからこれ化粧品が品質悪くて不満を抱えるようなサービスだったら、洋服の方にもダメージ受けると思うんですよね。だからもう絶対そんなことしたくないんですよ。というのもあって、本当にいいものを作ってもらったし、それをできる限り良心的に多くの人に届けるようなシステムを作るつもりなんで、まあ、そこは信用していただければなと思いますね。でまあこれがどんどん広まって、口コミで広まっていって、あリザードの化粧品マジでいいよねってなったら嬉しいなと思います。でそれでこの化粧品を使って、前の使ってた化粧品より圧倒的にいいっていう声が届けば届くほど僕はすごい嬉しいですし、まあ、それが結果的にはサティス製薬の方も喜ぶと思うんですよ。やっぱ話聞いてたら技術者なんで、なんか本当にいいものを作って届けたいっていう思いがめっちゃ強いと思ったんですよ、あの社長さんも従業員さんもね。だからそうなってくれると僕はすごい嬉しいなと思いました。でこの動画もこう終わりかけてるじゃないですか、雰囲気まだまだ続きますこの動画1本に全てを集約するんで、この流れでアットコスメ乗り越えますはい、というわけで本当に言っちゃいました。アットコスメの会社、アイスタイルという会社なんですけど、すげえでかいんですよ。ちょっとこれ前さ、撮ってきて、買ってどれがでかいか、ちょっとフィンガーで、あ、ちょっと来て、いや、もうすごいっす、広すぎ、広っ、奥行きよやばっでかすぎて、俺もちょっとそっちまで行くのはしんどいなと思って一旦ここでカメラだけという感じで、で今回はこのアットコスメさんに新しい化粧品リザードビューティーを置いてもらいたいという熱い思いを社長さんとアポ取れたんでぶつけていこうかと。これが本当にうまくいけば全国20店舗以上あると思うんで、そこに置かれることになるんですよ。でしかもアットコスメの EC サイトとかにも置いてもらう予定なんで、もう置かれたりとかしたらすごいんですよ。それってありえないことなんですよ、うん、普通に新規ブランドがアットコスメに並ぶとかまずありえないんですよ。本当にハイブランドの本当に有名なやつだけなんですよね。そこにいきなりできたばっかりのやつを並べようとしてるんですよね
いかにこれが無謀なことかね、分かる人は分かると思うんですけど、サティスの社長が良かったなって言えばなんとかなりそうなんですよね。独り言でね、都合悪くなる人だったらサティスの社長かぶり良かったなっつって独り言でなんとかごまかしようと思ってます。じゃあ言いましょう。僕ないですかこれ。じゃあ賞をもらってるってことですね。そういうことですね。そうそうたる。すげえな。あ、失礼します。お願いします。こんにちは。ありがとうございます。お願いし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 ます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はアイスタイルの遠藤社長と付き人っぽい方に同席いただいて話を進めていこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、本当にサティス製薬の社長が聞いてると思うんですけど、はい、アットコスメにリザードビューティーっていう新しくちょっと化粧品を作ったので、それを並べたいっていうお願いなんですよ。はい。で、ちょっとどういう温度感なのかなっていうの分からなかったんで。あ、私もいろいろお話をいただくんですけど、はい、結構もうお店もたくさん商品あって、なかなか置ける場所も正直なくて、まあ、めちゃくちゃ多いですもんね。もう僕も近くにあるんですよ、アットコスメ。すごいお店ですか。はい、人の入りすごくて、何度か僕行ったことあるんですよ、 YouTube の撮影で。ああ、知ってます知ってます。はい、すごかったですね。もうびっくりしました。男なんであんまり行かないよ。そんな世話あるんだなっていう、本当驚きはありましたね。そうっすか、ありがとうございます。はい、すごかったです、規模が。でもだからこそぎゅうぎゅうなんですよね。ここに逆に置かなかったらちょっとダメだなって思ったんですね。他じゃないんだなって思ったんですね。本当ですか。そう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですけどね。はい、素晴らしいものできてしまったんで、ああ、この本当一級品をアットコスメ置かなかったら、アットコスメってナンバーワンじゃなかったのっていう疑問も出てき始めると思う。なるほど、逆説的にです。はい、逆説的に本当にそれぐらいのインパクトあるものが出来上がったんですよ。本当ですか。はい、でもヒカルさんよくあれですね、化粧品行こうと思いましたね。僕も美容に目覚めたんですよ、4年、3年ぐらいに。肌がめちゃくちゃ僕汚くて、ニキビ跡もあって、乾燥肌でアトピーだったんですよ。で、それで、なんとかしよう、なんとかしようと思って、いろいろ頑張って、うちにどん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 なんか美意識上がっていって、いろんなことに興味持ち始めて、もう今では本当にサプリメントとか、化粧品とか、詳しくなっていって、っていう風な感じなんですよね。だからすごい興味があったんです、元から。化粧品やろうと思っていただけたのは、この業界にいる人間からするとめちゃくちゃ嬉しいですよね。いや、やっぱ難しいとは思ったんですけど、僕正直だって美容系 YouTuber でも何でもないんですよ。そうですね。だから本来化粧品を販売できるタイプの人間じゃないんですけど、リザードもアパレルなんですけど、うん、ファッションに全く興味ないんですよ。でもやったんですよね。それでうまくいったんですよ。その時やった時にコンセプトが本当に自分が欲しいものを作ろうっていうのでやってうまくいったんで、今回もそれに近いものを考えてやったつもりなんですね。まあ、サティス製薬さんにほとんどお任せしたんですけど、要望だけ伝えてすごいものが出来上がった。で、影響力は YouTube ないだけでしかないんですけど、でもやっぱちょっと新しい試みとして普通じゃないと思うんですけど、アットコスメさんに置かせてもらうことでより多くの人に手に取ってもらえるじゃないですか。はいはい、正直もうこれサティス製薬渾身の一撃なんですよ。なるほど。本当にすごいんですよ、もう。そうですか。はい、太鼓判が押してあります、サティス社長の。マジですか。はい、まあ、でもヒカルさんがそこまでの思いでやられるんだったらやります。そうですね、もう本当に片隅でもいいんですけどね、本当にやってみましょうか。はい、入り口の一番ドセンターとかでもいいんですけど。片隅じゃないですか。どこでも場所はいいんですけど、店舗に置かれるっていう。店舗が多分20店舗ぐらいありますね。そうですね、20店舗ぐらいありますね、全国に。 EC もあるし。はい、だからやっぱりその多くの人が手に取れる場所にあるっていうのもすごい大事だと思ってて、うん、それはちょっとお願いしたいなっていうのもあるんですよね。わかりました、やってみますか。いいですか。やってみましょう。じゃあ20何店舗でしたっけ、全部で20店舗全てに置かれるっていう。 OK です、やりましょう。すごいです、ありがとうございます。あとこの EC もいいんですか。そうですね、はい、EC もやりましょう。はい、EC も楽天でしたっけ。本店と楽天と両方あります。どちらでも両方で購入できるように。はい、はい、お願いします。わかりました、ありがとうございます。これでも一旦決定としまして。早い。はい、本当大丈夫なんですかね。大丈夫ですよ。いけますか。多分。え、結構でも異例なことではありますよね、これって。そうですね、なかなかこうスムーズにスパスパスパっていくことはそんなないので。そうですね、まあでも多分本当にこれはすごい反響を及ぼすと思うんで、めちゃくちゃ楽しみにします。はい、じゃあなんかやります、なんかその豪華には行きたいですね。単純にアットコスメ置かれるってだけでもすごいことだと思うんですよ。この YouTuber が出すコスメがアットコスメに置かれたりとかっていうのはもうそもそも普通じゃないと思うんですけど、そこで終わらない方がやっぱり盛り上がると思うんで、うん、何かしらイベントじゃないですけど、うん、ちょっとそういうやつがあれば嬉しいですね。ヒカルさんがそこまで盛り上げようとしていただけるなら、原宿のお店とかにでっかいサイネージとかポップアップスペースとかなんですよ。はい、そこ使ってみます。使います。ちょうど使いたかったとこなんですよ。そこじゃあ用意しましょう。サイネージとかポップアップのスペースは結構得意分野で。本当ですか。はい、もう若い頃からそこで爆発できたんで。本当ですか。結構得意ですね、そこ使うの。でも本当に僕も今回立て製薬さんとか話したんですけど、はい、10億分在庫抱えてるんですよ。10億分抱えちゃったんですよね。じゃあ相当な
覚悟で気合いの量ですよ。もう本当に10億売るつもりでやろうって思って、わかりました。化粧品業界ほど僕もそんなめちゃくちゃ詳しくないんですけど、ちょっと風穴開けるぐらいの気持ちでいきたいなって思ってて、じゃあちょっと一緒に頑張りましょう。はい、お願いします。ぜひ、はい、じゃあちょっと豪華にアットコスメ仕様でもうめちゃくちゃやってくれるみたいなんで、それはもう駆け上げて大丈夫ってことですよね。わかりました、大丈夫ですよ。ありがとうございます。僕もちょっとそこ数字はやっぱり頑張りたいんで、まあ、盛り上げていきたいですね。 YouTube を使ってうまくで、そのイベントなんですけど、はい、リアルで僕もアットコスメに出向いて軽くお渡し会みたいなのができたらすごい嬉しいな。めっちゃ欲しいですね。まあ、場所も前は東京とかで過去にやったことあるんですけど、はい、他にもしアットコスメで、まあ、ここ結構人来るよみたいな店舗があれば、うん、そこにも行って、まあ、3カ所ぐらいで開催できたら理想的だなと思うんですけど、はい、じゃあ原宿やりましょう。はい、であとは大阪の恵比寿橋。ああ、いいですね、いいですね。大阪は絶対に関西の視聴者の方多いんで、はい、あとは博多。博多なかなか聞くかないの。全然もちろん大丈夫です。でそっちの方に行くイベントみたいな、ちょっと概要欄の方に詳細まとめておくので、会いたいという方いたら条件とかちゃんと読んで応募してほしいなと思います。これは結構すごい盛り上がると思います。あと社長ちょっと結構言うの忘れてたんですけど、はい、大事なことですか。どっちか分かんないですよ。でも今回視聴者からすると嬉しいことなんですけど、はい、立石薬の方でも結構驚かれたんですけど、今回僕化粧品 40% オフで最初売ろうと思ってるんですよ。1月だけ 40% オフで売って安くで手に取ってもらった方がお試しでいけるかなと思ったんで。ああ、そうなんだ。うちね、あんまなんか割引とか基本的にしてないんですよね。はい、僕もでも言っちゃったんですからね。いや、この動画撮れてるんですよ、社長が。OK して撮れてるんですよ。ああ、割引は僕も言ってなかったんですけど、売るのが OK したんですけど、売るのが OK しちゃったんで、はい、もう一回撮り直します。いや、もう難しいんですよね。そうっすか、はい、うちの編集もカットできないんで。逆に前代未聞やってないことをやっていくのが大事だと思ってるんで。わかりました、じゃあちょっとやってみましょうか。でもその代わりやっぱりちゃんと僕は結果残すつもりなんで。僕らも頑張りますよ、本当。はい、本当に今回素晴らしい化粧品できたなと思ってて、はい、サティス製薬の社長とかスタッフさんの話聞いた時に、あ、これは絶対多くの人に届けるべきだと思ったんですよ。本当に物がいいなと思ったんで、だからそれをちょっとできる限り、まあ、僕の YouTube の影響力だけじゃないところにも届けたいって考えた時に、はい、アットコスメの力絶対必要だと。ここ以上ないと思ったんですよね。ありがとうございます、はい、でこれで本当にすごい数が売れることを見えてますね。ちょっと結構、しかもこれ口コミでも広まっていくと思うんですよ。物がいいんで、後々どんどん口コミであれ良かったよっていうのをどんどん伝達されていくみたいな、そこまで見越して長い付き合いできたらなと思ってるんですよね。でやっぱり長い付き合い続けていきたいっていう中で、はい、もう僕アットコスメにずっと置かれるべきだとも思うんですよ。こういうのもなんなんですけど初めてです。その最初だけの付き合いって寂しいじゃないですか。まあそうですね。だからずっとアットコスメにリザードビューティー置かれるべきだなって今思いました。どうですか。はい。社長的にもやっぱり売れない商品が置かれててもっていうのは僕思うんですよ。やっぱりどれぐらい売れれば、まあ、ずっと置いてもいいよってラインなんか、もちろん次ごとに違うと思うんですけど、とりあえず最初の手応えとしてスタートどれぐらい売ればさすがにこれ店舗置くべきだってなるのかが知りたいです。3000万ぐらいとか。おお、なるほど、 OK です。でも3000万売れたらもう、まあ、とりあえず1年は一旦アットコスメに置くっていう、後々結局売れなくなったらさすがにもうそれダメだと思うんで、1年後はもうなくなってもいいですけど、3000万売れたらもう1年間は確定で。わかりました。じゃあ3000万売らなきゃいけないですね。いきます。いくですか。で僕も感覚的には言ってますね。もう言ってるんですか。もうこの動画の時点で言ってますね。わかりました。これはエンディングを迎えてないですけど、この動画の流れてる時点で3000万言ってます。そんなレベル感ではあります、自分の中では。で店舗に行ってからどれが売れていくのかも気になるんですよね。本当にそこからすごい効果生まれるんじゃないかなと思ってて、うん、でその上で店舗来た人に光出したんだって分かってもらうために、なんか僕のポスターみたいな、なんかポップみたいなのもちょっとどっか貼り出してもらえるとさらになお良かったりするんですけど、そういうのもいけるんですかね。いけますよ。じゃあそこはもうド派手な感じで言ってもらったら。わかりました。そしたら僕のこと知ってて、でも YouTube あんま見てない人が光出したんだってなるんで、この動画にたどり着くと思うんで、たどり着けばこの化粧すごい気になると思うんで、そこまでじゃあ全てお願いします。わかりました、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけでアットコスメにも並ぶことが決まりました。これね、想像以上にすごいことですよ。マジですごいこと。こんなできたばっかりのブランドがアットコスメの全店舗に並んで、普通ありえないんですけど、そこもやっぱりね、皆さんと今まで築き上げてきたこのチャンネルの規模、影響力を加味した上での社長の英断だと思うんですよ。本当にありがたいですね。これによって販売場所がたくさん増えました。まあ、概要欄の方を見てもらって分かるんですけど、まず僕のリザードというサイト、あとアットコスメからも購入できますと。アットコスメに関しては店舗でも購入できる、 EC からも購入できる、あと楽天からも購入できると。合計で4カ所から購入できるようになりました。概要欄に貼ってます、それ全部。まあ、ポイントでアットコスメのポイント貯めたいとか、楽天のポイント欲しいとかっていう人もいたりすると思うんで、自分が買いやすいところを買ってください。分かりやすく説明しておくと、サブスクに入りたいっていう人はリザードの EC サイトからじゃないと入れないんで、もうこれは絶対です。
そっから先ですね、一回手に取ってどんなもんなんかちょっと肌につけてから買ってみたいっていう人はアットコスメの店舗に行ってください。お試しで使用感みたいなのが分かると思うんで、その店舗で置かれてるのもワンセットのみですけど 40% になってます。でそこももちろんね差はなくしてるんで、9月いっぱいのみですけど、9月以降もアットコスメに並ぶ予定なんですけど、そっから先は正規の価格 10% オフとかもなしで販売されるんで、今が一番お得ですよという感じです。でお渡し会のイベントに関しても概要欄の方に載せてるので、そこをちゃんと読んでからもう応募してほしいなと思います。では、こちらね現場からは以上です。中継戻します。はい、というわけでね来てもらったと思うんですけど、本当に素晴らしいスキンケアアイテムが完成したので、概要欄の方からぜひね欲しい方は購入してください。まあ、最初本当に 40% オフでかなり交渉してすごい安い金額になっていると思うんで、まあ買いやすいかなと思います。まあ、それにサブスクで解約もいつでもできるっていう状態にしてるんで、まあ、かなり良心的かなと思うので、でまあモンリョウには本当にこの一瞬のためにここまで用意してもらって、いやほんまに、はい、ドレス指定やったんでね、うんドレス指定でここまで用意してどうですか、もうこれ終わったら外すんですか、すぐめっちゃ綺麗ですよね。でしょ、うん、はい、もったいないですよね。もったいないけど、まあ、このためにこのためだけに何ならこの10分ぐらい5分10分ぐらいのためだけに言われてもらって、うん、でも俺が見てきた中で一番今日が綺麗よ。 ありがとうございます、うん、そんな感じで化粧品が販売されました。どれぐらいね僕も正直売れるか分かんないんですけど、素晴らしいものだと思うんで多くの方に手に取ってもらって、まあ、感想批評みたいな感じで、まあ、ダメなとこあったらダメって言ってほしいですし、まあ、よかったらよかったって素直に言ってもらいたいなと。その口コミが結局ねどん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 広がっていけば広がっていくことまた売れていくと思うんで、そちらの方もぜひ購入された方はお願いしたいなと思います。あと東京と大阪と福岡でイベントお渡し会をするんですけど、モンリョウは大阪限定で来てくれるので、まあ、ガーラの方にそちらの方の詳細も貼ってるので、ぜひ見てほしいなと思います。というわけで今回はちょっとね釣りではないんですけど、まあ多分釣りなんで今回のとこ若干若干いや嘘はついてないんですけどね、全く、ただ明らかに匂わせちゃったんで結婚も、うん、でもよくサムネ見たら指輪ちゃんと釣り指ついてないんで、左手のついてないんで、ここで察知してほしいなっていう感じですねでもね、ほんとね、この今日の動画を VTR の方見てもらうと分かるんですけど、これ多くの人に知ってもらいたかったんですよ、情報を、うん、結構すごい、これ表出したって大丈夫なんかなっていうぐらいの確信をつくような内容だったと思うんで、化粧品業界に衝撃を与えるような多分内容だと思うんで、それをたくさんの人に見てもらいたいってことで、まあ、この3万年はね、やったんですよ。だから今回の動画で僕が伝えたかったことが伝われば嬉しいなと思います。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。そして明日なんですけど、もう一つちょっと重大発表があるので、はい、2人から、はい、またあります。連発2日連続続けてちょっと発表があるので、そちらの方も楽しみにしておいてください。乞うご期待絶対もう期待せえこれなと思っていやでもすごいからほんまに、明日も明日でいやマジで、え結構すごくなかった、いやめちゃくちゃすごいですほんまに、いやすごい、次はガチだから、うん、これもガチですこれもすごいことやでほんまに、だって俺これ10億在庫抱えてない、いやすごいほんまにすごいことやで。シャンプーもエグかったよな、でもエグかった。シャンプーどれくらいやったの？12億円分。ええー、上行ってますね。本ログでシャンプー俺も今ずっと使ってんやけど、だから絶対いけると思います、うん、今どれが売れた？ずっとあの追加で発注してるから。全部売り切れない？売り切れるっていうか、売り切れることがないようにこう減ってきたら、ね、追加みたいな感じで、すげえな、まあ、だから10億売れましたねこれは買ってください、ほんといいもんなんで。いや正直これマジでね、5000円とか1万円の化粧品使ってる人にこそもうこれ勧めたい。初めから安い化粧品使ってる人からしたら、いやもう化粧品なんかにそんな値段お金かけれないっていうのは分かるんですけど、1万円の化粧水とか使ってる人これ3つで1万なんで。サティスの社長の顔見たでしょ、あの本気の顔相当すごい人ですからね。その人があんだけ押すってことはよほどのもんってことなんで、試してみてほしいですね。美容赤とかやってるとか試して、これ本当よかったよってなったらそれは最高だなと思うし、うん、まあそう、うちも勝手にやってくれるんでね、そういう人が口コミとかを。本領ファンの人でね、コスメのめっちゃ詳しい人いると思うんで、試してみようっていうので、一回騙されたと思ってやってみて、もうあかんかった時ほんととことんボロクソ書いてくれていいから、そんな時はもう本当にサティス製薬と一緒に謝罪しますでこれガチなんでお願いします。それとさっき入ってきた情報なんですけど、アットコスメの25年ぐらい、アットコスメの中では長老って言われてるぐらい、本当にそのスキンケアにめちゃくちゃ詳しい人がいるらしいんですよ。その人がこれ使ったらしいんですよ。一言が悪くないやったらしいその人に言わせてみても悪くなかったらしいんで一応情報だけ、はい、お伝えしておきます。化粧界の長老が悪くないと判断した。もう結構最大級の褒め言葉かもしれないな。めちゃくちゃいい化粧水を使ってきた人だから、うん、その人が悪くないっていう、すごいですよねシャイなんだろうなその人
いいと言うんじゃなくて悪くないって言い方ね悪くないってこれいいってことやからな言ったら、ね、間違いない間違いない、うん、すごいっすよね。そんだけの人が言ってるんだったら佐々木さんもこれね使ってて、いやすごい、僕はなんかめっちゃいいって言ってました、ね、めっちゃいいと思う。浸透率結構高いと思うな。あと俺もクレンジング使ってたら本当にサチス薬の人言ってたみたいに分かるんですよね。オイリーになる瞬間がスッと軽くなる瞬間出とったやん。あれほんまに分かった、うん、だからほんますげえなと思った。マジで悪くないですよこれ